黒船、母鶴丸ハロー、関東古賀正明厩舎入厩予定です。はい、それでは引き馬お願いします。スティルインラブやダイワ LCL などで知られる下神戸牧場から初のラインナップ、本馬は慶応杯スプリングカップを高度計で勝ったサンクスノートの応援になります。お母さんも短距離戦で2勝していますし、とにかくスピードに秀でたファミリーですね。まあ、これでお父さんが黒船ですから、マイルくらいまででマルチな活躍が期待できるでしょう。速尺は対抗148、驚異163、簡易 20.0 となっております。